どうしてやった。よっしゃ、乗った。強い。メジナだったらでかい。1投目やってみましょう。仕掛けがですね、針がグレバリの5号、ハリス2号を1ヒロ、雪が00号で、誘導は取ってません。で、浮きに板なまりを少し貼り付けているので、仕掛けが馴染めば浮きごと沈んでいくような感じになってるんですけどね。ああ、アイゴの稚魚見えてきた。あれがアイゴの稚魚か。いますね、やっぱりかなりね。ああ、餌ない。ないな、餌取られるのは。板なまりを1枚外します。ポケが入るのが早すぎる。あれが当たりか。これはアイゴの稚魚ではないな。もしメジナやったぜ。よしよし、もう悲しくしろ。よし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 、いいね。まあまあある。まあまあありそうっす。よし、とりあえず35っすね。35センチ。小さいけどメジナ、このサイズも元気。あ、これはかなり上まで浮いてきますね。あれ、手のひらから足裏ぐらい、手のひら。
ドじゃないような気がしますね。ムジナだろう。ムジナでしょ、これは。あ、あいごだ。壊れた。元気ですね、ほんと。しかもすればっかりだし。はい、こう。これがバス見えてます。ダメだ、アイゴの稚魚しか見えてない。ダメだ、乗らない。あれでも乗らない。ちょっと針のサイズを落とします。はい、針をグレ針の3号に落としました。これでやってみます。あ、ゆうまずめ。あまり針のサイズを落としたくないんですけどね。ちょっとしょうがないですね。何が刺さってたんじゃないか。よし、餌なかかな。強いけどな。強いですけどね。なんだこれ、めちゃめちゃ低い。ん、メジナじゃないのこれ。よし、来た。うん、これはまあまあありますよ。35ある。太鼓もある。皮1枚。よし。35だ。これも、この35ですね。針をグレバリの5号にあげました。アイゴも見えてはいますけどね。よっしゃ、乗った。あー、これはアイゴか。アイゴ元気ですね。はい、この稚魚はいなくなったけど、でかいやつはまだ元気。
と時間がないんで、今日はアイゴはリリースしましょう。はい。はい、誘導を1メートルぐらい取ってですね、電気浮き0号をつけました。サルカンのすぐ下にジンタンの5号打ってあります。ハリスはまだ1メートルぐらいですね。もうそろそろアイゴも消えると思うんですけどね。アイゴ消えてくれないと。前狙っていますよ。これで当たればワクワクするんですけどね。行け、入れ、よしな、来い。誰だ、アイボか。叩きますね、サボで。強い。メジナだったらでかい。よっしゃ、メジナでしょこれ。よく見えないけど、おい、メジナだ。やった。ほら、よっしゃ、えい、入った。よく引く。これでかいっす。でかっ。お、でかいね。あれ、これは、これでかいっすよ、ほら。これでかいっしょ。あれ、やったか？あれ、40あるかも。針もいいとこかかってるし。よく引いたもんね。はい、40いけ。ほら、お、40いったんじゃない？ 40 いきましたよ、ほら。やった。40。ほら。41ちょっと超えたぐらい。42に届かないぐらいですね。ほら、こんな。あれ。はい、40ありました。もう今こうやって触ってても、油乗ってるのがわかるぐらい。やったぜ。ほれ、でかい。でかいですね。よし、じゃあラスト一投いきますよ。これをラスト一投にします。お、当たってる。あれ、当たってた。よっしゃ、いきますよ。よし、乗ってる、魚だ。
よっしゃ、なんだこれ、まあまあ重量感はあります。あんまり引かないけど。誰、え、何これ。誰ですかこれ。誰、エイ、エイだこれ。エイでしょう、俺。最後にこいつが来て。あなたですか。ちゃんと食ってるわ。これで、まあ、ノーカンですね。すごいね。エイは初めて釣りました。はい。じゃあね。はい、さよなら。